こんにちは。今回は平面図形の面積を求める問題です。問題内容を確認しておきますね。図のように三角形 ABC の内部に点 P を取り、A、B、C から P を通るように直線を引き、三角形 ABC を6つの部分に分けました。三角形 BDP、三角形 DCP、三角形 CEP の面積が、それぞれ105、63、56、こういうふうに分かっています。この時三角形 AFP、ここですね。この部分の面積を求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。まずは分かっている三角形の面積の比から辺の長さの比ですね。これを区切り面積を使って解いていきます。区切り面積ってのはどういうものであったかっていうと、三角形の一つの頂点ですね。ここから向かい合う辺ですね。ここに対して直線を引いて、二つの三角形に分けます。この三角形とこの三角形っていうのは高さが等しい三角形ですから、これとこれの面積の比ですね。ここを R 対 E とすると、この面積の比っていうのは底辺ですね。ここの長さの比になる。もちろん逆も言えますね。辺の比から面積の比を出せる。これを使って考えていくと、まずこの105と63ですね。105対63。これ簡単にすると、これ7でも3でも割れる数ですね。21で割って5対3。この5対3っていうのは BD と DC ですね。ここの長さの比になります。同じように考えていくと、この三角形とこの三角形、2つ足したものですね。これと56、これを比べることができます。168対56。これ7で割ると、7、2、14、28で、7、4、28。24対8っていうことは、これ3対1ですね。面積の比は3対1だから、こことここの長さの比ですね。これ3対1になります。さあ、ここからどうするかなんですけれども、三角形の各頂点からここ1点交わるように、こう直線を引きました。中の三角形の面積の比を考える問題、ベンツ切りの問題になっていますね。ベンツ切りっていうのもどういうのだったかって言いますと、さっきの区切り面積の応用になります。各頂点から、こういう風に、三角形の内部で1点に交わるように、こういう風に引きました。そうすると三角形の内部が、ここ、ここ、ここ、この3つに分かれます。ここと、ここと、ここですね。ここを R 対 E 対 U。こういう風にすると、この三角形とこの三角形の面積の比、これ R 対 E ですよね。これは全体の三角形、この線で分けて、こことここですね。この長さの比になります。同じように R 対 U ですね。R と U を分ける線、この線で、こことここが R 対 U になりますし、この E と U を分ける線ですね。これを使って、ここ E 対 U になる。こういうふうに三角形の内部ですよね。これ3つの部分に分けて、それぞれの面積比っていうのが、辺の長さの比になる。この考え方を使います。さらに、ベンツ切りの応用として、R 対 E 対 U、こういうふうに分けたら、ここからここまでの長さと、ここからここまでの長さですね。これに関しては、R と U のこの部分ですね。ここ対ここになりますし、こっち側見てもらったら、こことここの部分の面積の比ですね。っていうことは2つ合わせて、こことここの長さの比。これは R たす E。これと U の面積比になります。これも面積比でよく使う考え方です。この図形で見てもらうと、まずこれが5対3。ここが5対3って分かることより、この図形見てもらいたいですね。ここが R 対 E だったら、こことここですね。これ5対3になっています。さらに、ここ3対1になってますね。ここが1って考えると、この三角形とこの三角形足したものですね。これが3になります。1対3と5対3。これが両方とも成り立っているような図ですね。書き直してみると、こう三角形があって、5対3からこの部分ですね。ここを5とすると、この部分ですね。3になります。さらに3対1から、ここを1とすると、この2つ三角形合わせた分ですね。この3倍になります。9になりますね。9から5を引いて、この部分が4。こういう風に出すことができますね。じゃあ、この4に当たる部分が105と63足したもの。168です。これの4分の5倍。これがこの三角形ですね。三角形 AFP と FBP を足したものです。ところが欲しいのは AFP だけなんですよね。っていうことは、こことここの長さの比ですね。これが欲しいです。
こことここの長さの比、この図形見てもらったら、ここ3対4だから3対4になってます。っていうことは、この面積の7分の3ですね。これ計算してあげたらいいです。っていうことは、4で割って42。7で割って、これ6ですね。6×5×3。これ計算して面積ですね。90平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。次回から平成26年の灘中算数1日目の問題になります。まずは計算問題ですね。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。